必ずやろう。日本最高、浅霞豊です。<ー>この動画を見て、なるほどね。なんて思ってくれたら、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、11月18日にですね、総務省が、まあ、10月の消費者物価統計というものを公表しました。これによると、10月のコア CPI、えー、コア CPI っていうのはですね、えー、その全体の物価の中から、価格変動の激しい生鮮食料品だけを取り除いた あその残りの物価指数ということになるんですが、これが前年比3.6%の上昇というふうになりました。で、これは前月、つまり9月の前年比3.0%上昇から0.6%っていうかね、0.6ポイントって言った方がいいですかね。これだけ上がったということになるので、うわっと。 ここへ来て日本の物価上昇がですね、ぐんと進んだという、まあ、こんな感じになってきたりはするわけです。で、事前の市場予想はですね、まあ、3.5%じゃないかっていうふうに、大体標準的には思われてたんですが、まあ、それを0.1ポイント上回ったという、こういうことになります。では、何がこの高い物価上昇率に寄与したのかっていうことなんですが、えー、実はですね、エネルギー価格に関しては、 もちろん物価上昇に影響は及ぼしているんですが、これは9月に比べるとですね、ちょっとですね、抑制されてきてるということがあるんですね。ガソリン価格は9月は前年比7.0%の上昇だったのが、10月は2.9%の上昇ということでですね、これ随分下がったということになります。で、灯油も9月が18.4%上昇だったのがですね、 まあ、10月は13.3%上昇となってですねこれもまあ,ある程度こう落ち着いてきたということがあります。で電気代もですね9月が21.5%上昇だったのが10月は20.9%の上昇。まあ、これは 本当にね、ごくごくわずかなんですけれども、まあ少し落ち着いたのかなという感じ。で、えー、ガス代については9月が19.4%の上昇だったのが、10月は20.0%の上昇ということでですね、ガス代は若干ちょっとね、えー、上がったという、こういう感じにはなってます。で、こうしたこと全体を受けて、エネルギー価格の上昇率っていうのはですね、9月は16.9%上昇。 いうことになったのが10月は15.2%上昇ということで、えー、少しこう下がったのでエネルギー価格によって、えー、今回の,の3.0から3.6のですねガーンと大幅引き上げのところが影響したかというとそうでもないというのがちょっとわかるかなと思います。では何が今回の物価上昇のまあ主要因になったのかというと。 えー、これ生鮮食料品を除く、まあ、食料ですね、えー、これがですね、えー、かなり伸びたということがこれはかなり大きい影響を及ぼしていますで9月はですね、えー、実はーこの4.6%の上昇ということになってたんですが10月は5.9%の上昇ということになって、えー、上昇率はですね前月から1.3ポイント、えーまあ、急拡大したというような感じになってます まあこの件に関してはね、まあ様々な輸入物価も上がってきているんだから仕方がないんだよみたいな、まあそういう見方があったりするんですが、まあ私以前にですね、小麦製品の価格のことをね、まあうどんを例にして、えー、具体的に解説したことがあったかと思いますけれども、現実にはですね、輸入価格の上昇をかなり上回る価格の引き上げが行われてるっていうのが、これがまあ実際だったりはするわけなんです。 まあ、とにかくテレビをはじめとしてマスコミがインフレ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 、もうこう実態上に大騒ぎしてくれるので、これなら今なら値上げするのにもう適したタイミングだーなんて考えて、結構みんなね、ちょっとね、便乗気味で今値上げを動いてるというふうに理解した方が本当は正しいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、こういう点においてはマスコミっていうのは罪深い存在だななんでね、えー、改めて思うところもあります。 で一般外食も10月は前年比で5.5%の上昇ということで、えー、その食料品、えーまあ、食料工業製品と言えばいいですかね、えー、その加工食品の類これに近い伸びに今なっているということになります。でこれもね、うん、そういう原材料がまあそのぐらい上がってるっていうことはまあ一般外食においてもそうなんですけれどもしかしながら。 えー、原材料の占めてる割合っていうのはねその外食のその販売金額の中においては意外にちっちゃいものだったりしますからそれをそのまんま一般の食料品が5.5%上がったから自分たちの価格も5.5%上げますっていうのは本来おかしいんですけれども、ま、とにかくこれもマスコミのですね大騒ぎのせいで <laughs> まあ、まあ、値上げしやすい環境になったからこのタイミングを逃さないで値上げしちゃえという。 まあこんな風に理解をすればいいんじゃないかと思いますでコア CPI、えー、先ほども言いましたけど生鮮食品を除く総合指数、えー、これの上昇率が3.6%という、まあ、この高い伸びになったのは1980年2月以来のなんと40年8ヶ月ぶりということになります、まあ、これでですね、まあ、マスコミがね もう40年ぶりのものすごい値上げだーみたいな感じで、まあ大騒ぎをしているっていうことになるわけなんですけれども、もう世界中が激しいインフレの波に襲われている中にあってですね、日本のインフレは実は世界一低いというのが実際なんだというのもですね、もう1回ですね確認をしておきたいと思います。で、なおこれだけインフレが騒がれている中でもですね。 実は前年よりも価格が下がっているものもなお14.2%あるんですね。決して日本の需要の力、まあ購買力といった方がいいですかね。これが高まっているから、ね、供給が追いつかず、その需要をする力、購買力が高まっているから、まあこれに合わせて価格も引き上げられているという、こういうわけではないんですよね。 国民の交買威力が適正水準までこう引き上げられている、まあ、そのためにその値下がりも起きなくなっているそれだったらあデフレは終わったっていう風になるんですけれどもそんんなな風に判断しちゃダメだよってことなんです今回のインフレは輸入に頼るエネルギー価格食料価格これらの値上げというものが大きな役割を果たしていて。 これがこの全体のインフレのうちの7割以上を占めてるんですね。で、残り3割についても、まあ、エネルギー価格の上昇に便乗した動き、これが強いということもですね、確認しておきたいわけなんです。従って、物の価格っていうのはね、かなり上昇しているんですけれども、サービスの価格はね、ほとんど変わってないんですよ。ね、インフレ全体の中にあって、サービス価格の上昇の割合っていうのは、 1> 1割ぐらいいしかないんです、ねえー、そんな程度なんだということは理解しておいてください。でコア CPI ですね、えー、生鮮食料品を除いた総合指数ですがこれは食料品を中心としたこの原材料価格の上昇、えー、これを価格に転嫁しようとする動きというのはもうマスコミのこのね,、えー、ね何千品目値上がりしましたみたいなそういう宣伝が相次いでいくってことから。 まあ、まだまだやれるぞみたいなことでもってですね。まあ、あ今年の年末まで、えー、どうですかね。まあ4、4%にひょっとしたら乗るかもしれないぐらいのところまで、おそらく伸びると思うんですけれども。では、来年の2023年になったらですね、どうなるんだろうっていうのも、ちょっとね、考えてほしいんです。で、政府の物価高対策によって、電気代、ガス代はですね、かなり、 来年から押し下げられるっていうのは、これね、以前の動画でも話をしたことがあったと思います。で、これによって、コア CPI の上昇率、これは3%を下回って2%台へと大きく低下するであろうというのは、もう十分に予測ができることなんですね。さて、政府がこの財政出動してね、エネルギー価格を抑制すべきだっていう、この私の主張に対して、 インフレ環境下で財政出動なんてあり得ないと、浅香さんは経済のことが何も分かっていないんだという、まあ非常に厳しい批判というのが、まあ結構来たりっていうことがね、えー、あったりはしたわけなんですけれども。ですが、政府のエネルギー価格抑制策によってですね、コア CPI の上昇率がこの2%台まで下がるだろうっていうふうに見ているっていうのはですね、何も私だけの意見じゃないんですよ。 ね。主流派のエコノミストの皆さんですね。まあ私普段は対立することが多いんですが、まあその主流派のエコノミストの皆さんも、まあ基本同じ意見ですので,ですね、えー。そういう点では、まあ私の主張については、ぜひともご安心いただきたいなというふうに思っております。大切なポイントになりますので、今回も繰り返しますが、インフレというのはですね、何によって起因するものであるのかっていうことが、これが極めて重要なんですね。 購買力が伸びる。そのことによってインフレが起きる。そうなっているんであれば、これは購買力が強すぎるのを抑制しなきゃいけないっていうことになってきますから、まあ金利を引き上げるとかね、増税をするとかね、まあそんな感じでもって需要をなんとか抑え込むっていうことも、これも必要にはなるんです。ですが、単純な原材料費の値上げというこの外部要因によって生じている時にですね、 需要を抑制するというこの内部要因に手を加えるのはこれはあんまり正しくないよねってことなんですよ実際にはその需要と供給を比べたときに需要の方がこの供給よりも低い状態になっているのにそんなことをやったらさらに需要を落とすってことになるから需要と供給のこのバランスはさらに拡大するこの結果は国内経済を 破壊的方向に導くことになるっていうのは、これね、ちゃんと理解してほしいところなんです。ですから、外部要因によってインフレが上がってるっていう時にはですね、えー、この原材料金価格みたいなところ、これに対して政府が財政出動をやって、これを抑え込むという、こういうことによってですね、国内価格に えー、このその原材料価格がですねこうガンガンこう影響を及ぼすというのをこれを避けるという政策っていうのはですね実に大事なんだっていうことなんです。でこの点に関してはですから私は岸田内閣にやってることについてまあもっとももうちょっと早く動けよみたいなことっていうのはあったりはするんですけれどもまあそれでもね世界的に見れば。 日本が一番まともだったっていうことはですねこれ正当に評価すべきではないかとも思うんですでさらに、えー、いけばなんですがおそらく来年の7月くらいになるとですねコア CPI の上昇率っていうのは2%を下回って1%台に下がってくる可能性も結構高いんじゃないかというふうに見ています。で物価上昇率っていうのは前年との比較になりますよね。 ですから、例えば来年の11月の物価上昇率っていうのは今の物価水準との比較の上で数字が出てくるっていうことになるわけなんですよ。でそうするとねまあ既に値上がりしている今の段階から見てあんま値上げしないんじゃないのっていうことになるとねえー、そうするとですねこの物価上昇率っていうのがもう上がらないというそういう数字になってくるということになるわけなんです。 まあこんな感じで数ヶ月後にはあ、物価上昇のトレンドはですね、もう明らかに下がってくる。そして、えー、もう一年経たないうちにですね、物価上昇率は1%台ぐらいまで、まあ起こってくるであろうということがこう見えているその状態の中でですね、日本が欧米に習って利上げをやらないといけないのかっていうのは、これね、やっぱり冷静に考えてもらいたいんです。 利上げを行うということは経済にブレーキをかけるということであり痛みを経済に与えるってことになるんだよっていうここの基本的なところというのをしっかり見て理解しておかなきゃいけないんですねえとにかく雑音に惑わされないで、えー、今のまんま金融緩和政策は続けていけば良いということをですねこういう例を通じながら改めて訴えていきたいと思います 必ずやろう日本最高朝霞豊かでしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます